エウロギウス、エウロギウス、スペイン語、サンドーギロウでコルダバ、ラテン語サンクトゥスユロジアスコルダビー800年から859年3月11日は、旧世紀コルドバのキリスト教聖職者。カトリック教会、聖教会で聖人。聖教会では、新品地名者。コルドバにおける、純教聖人の一人。あと、ウマイヤ朝君主アブドアンラフマン二世からその子。 ムハンマド一世の知性に活躍した。アンダルス時代における反イスラーム主義でも知られる。彼は850年から859年にかけて、キリスト教徒たちがイスラーム信仰を批判し死刑に処された一連の事件に共感を覚え、彼らの行動を殉教として、その殉教記を記した。彼自身も859年にイスラームを公然と、 批判したた。ことで逮捕さされれ処刑されたエウロギウスの親友アルバルスの著書、エウロギウス伝、ラテン語、ウィタユルジーによれば、エウロギウスは、コルドバの貴族の家系に生まれた。彼は、純血のヒスパノイコールローマ人であり、アラブ人の血は一滴も混じっていなかったという。エウロギウスは、両親によって清掃医療協会の修道院に預けられ、そこでスペライン領に指示して、哲学、 神学、ラテン語、アラビア語を学び、修行に励んだ。アルバルスとの友情はこの時から始まったと記されている。二人の師であったスペラインディオは三位一体の公式教義とそれに反する異端に関しての研究を行っており、そのためイスラームに対しても当時のアンダルスで最も厳しい味方を取るキリスト教知識人の一人だった。エウロギウスやアルバルスの 反イスラーム主義はこの時代に培われたとされている。青年となったエウロギウスは女祭、続いて司祭に昇格し、殉教事件の直前には聖職者教育の教師となった。彼はスペイン北部でコルドバイコールアミール国に抵抗するキリスト教徒の支配地域に二回をもき、その地の聖職者との交流を深めるとともに、イスラームに対する敵対心を増大させた。 彼が、殉教事件に遭遇したのは、2回目の旅行を終えて、コルドバに戻ってきた、直後のことであった。西暦851年6月3日、かつて、コルドバイコールはミール国のカーティブは、ツインマーム、ツインマの初期であったキリスト教徒イサークは、イスラーム法の裁判官の面前で、イスラームと、その預言者ハンマドを批判し、アブドア・ラフマーン二世によって、斬首刑に処された。 これ以降も続々と管理の目の前で、イスラームや預言者ムハンマドを批判するキリスト教徒が現れ、死刑になった。アブドアンラフマン二世は驚くと共に激怒し、イスラームに対する批判はどのような理由が荒れ死刑であるという法令を改めて発布し強調した。しかし後継者であるムハンマド一世が即位して後も、このような事態は続き、キリスト教徒に対する警戒感が高まった。 ムハンマド一世は、キリスト教徒の管理を追放し、これまで無視されてきたズインメイに対する権利制限を厳格に施行するなど、ズインメイに対する抑圧を強化する政策をとった。このような状況で、キリスト教社会の殉教者に対する意見は二分された。当初は処刑された人々への同情が強かったが、アミールとその政府が、 キリスト教に対する圧迫を強めると、多くのキリスト教徒が態度を翻し、個人的な魂の救済のために共同体を危機に、さらした。と、殉教者を非難した。これに対してエウロギウスは親友であるアルバルスと共に、殉教者を熱烈に擁護し、彼らの徳と勇気を称賛した。また彼は殉教器の中で批判者たちに反論を行った。 彼は上に記した反イスラーム主義的態度をもって、ムハンマドとイスラームを攻撃し、イスラームがキリスト教と同系の宗教である以上、公然と罵倒を加え、無用ないを引き起こす必要はなかった。とする批判者たちの意見に対しては、イスラームがキリスト教、カトリックの根本教義である三位一体を否定し、イエスキリストを非造物であるとして冒涜している以上、 批判者のように、両宗教の同質性に言及し、純教の意義を軽視する意見は誤っていると反論した。さらに彼らのイスラームに対する優和的態度自体が、キリスト教の唯一性と絶対的優越性を自ら放棄するものであるとして厳しく批判した。また上にも述べたように、キリスト教への抑圧に言及し、 ツインミーとしての権利制限は、純教を志願すべき程度の迫害ではないとする意見も批判した。最終的に、エウロギウス自身もイスラーム教徒をキリスト教に回収させた罪に問われ投獄された。彼は、裁判においても預言者ムハンマドとイスラームを激しく批判した。裁判官は、キリスト教社会の実力者であるエウロギウスを処刑することをためらい、 アミールとその重臣たちに相談した。獣神たちの中で、キリスト教徒に同情的な者も,もおり、彼らは、形だけでも、反省の態度を見せるのならば、寛大な処置をアミールに、お願いできるとエウロギウスの説得を試みたが、エウロギウスは断固として、これを拒み、イスラームとムハンマドへの公然たる批判をやめなかった。最終的に彼は、西暦859年3月11日に、 残守刑に処された。イスラームの預言者ムハンマドやイスラームについて批判的意見を持っていた。彼の著作にはイスラームに対する批判が見て取れる。彼はたびたびイスラーム教徒を癒しい教徒と表現していた。彼はイスラーム教徒によるキリスト教徒への迫害、差別について語っている。彼は教会の新築禁止規定、ジズヤの支払い、そして キリスト教信仰への敵意がいかに、キリスト教徒を苦しめているか実情で述べ、殉教者たちの行動を称賛した。イスラームには、男性は、天国で七十二人の処女、フーリーとセックスを楽しむことができる。彼女たちは何回セックスを行っても、処女膜が再生するため、永遠の処女である。また決して悪酔いすることのない酒や、果物、肉などを好きなだけ楽しむことができる。 とする天国の描写がある。エウロニュースはこれを取り上げ、これは、バイシュニアドだと述べ、ムハンマドは、自身の官能的欲求に合わせて、キリスト教の天国を作り替えこのような話を、でっち上げたのだと述べた。ムハンマドについても彼は批判している。ムハンマドとザイナブ、ビンとジャフシュとの結婚に関しては、同国人のザイドの妻ザイナブの美しさに目が眩み、 まるで理性のない馬やラバのように野蛮な法を根拠として彼女を奪って貫通し、それを天使の命令で言ったのだと述べた、こうした人物がどのようにして預言者の一人とみなされるのか、またどうして天の呪いで罰せられずに済むのか。とムハンマドを批判した彼はムハンマドを悪魔にたぶらかされた偽預言者としており、反キリストの一人である、ともしている。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。